さて毎月第3第4火曜日でお伝えしているはかる大切のコーナーですが今朝もこのスタジオにはカメラを用意してラジオが見えるということになっていますラジオ放送終了後にはラジオ関西の動画配信コーナーまたはコープ神戸商品検査センターのホームページからもご覧いただけます今朝は先週に引き続いてゲストに伝送1レッドフェニックスの宮永愛美選手 そして、商品検査センターの井川正光さんにお越しいただきました。おはようございます。おはようございます。ます先週は来年1月16日の土曜日に行われます。デンソー10レッドフェニックスとコープ神戸によります。オンラインバレーボール教室についてお話がありました。 そうですねあのなかなか最近この新しい生活様式ということもあってですね外出、まあ、もちろんそうなんですけどあとプレーするのが難しいという,ようなお声もありまして、はい、まあ何かご一緒にデンソーンレッドフェニックスの皆さんとできないかなということで今回、の竹口監督やら選手の皆さんにもご協力いただいてですねオンラインの形にはなるんですけどもこうつながりというか、まあ、それ大切にしながらですね、まあ、自宅でできるトレーニングというのを学べたらなということで開催をしています。はい、なるほど オンラインでの開催っていうことなんですけれど、宮永さんはこういう経験っていうのははい。えっと以前、あの中学生を対象にズームを使ってオンラインバレー教室を実施したことがあります。はい、はい、実際やってみていかがでした、はい。えっとその時初めてだったので、といつも直接伝えるときは5分程度で終わる説明が、うん。 15分程度かかってしまったりだとか、うん、向こうの反応を伺いながらの進行だったのでちょっと難しい部分もあったんですけど、はい、でも向こうの方々もすごく喜んでくださってたので、うん、やってよかったなって思いましたやっぱり何かこの一つでもポイントが分かると、はい、ね、それがやはり教わったことで実際や次の時にやってみるとあ、できたこれか っていうのは確認できるわけですもね、はい。そうですね。すごく有意義な時間ですよね。はい、あの伝送点、レッドフェニックスホームページ見てますと、あの選手のブログです。とか、竹口監督のワンポイントレッスンなどいろいろとあるんですね。はい、最近いかがですか？そうですね。やっぱりワンポイントレッスン。 とかはと、うん、バレーボールの基本的なプレーのところから学べますし、はい、と球人性特有のプレーもすごく載ってるので、うん、ぜひ見ていただきたいですね。はい、ねでその他に YouTube にはっと試合の動画とかも上がってたりするのでそちらもぜひ見ていただきたいです。はい 確かあの9人制のバレーボールっていうのはあのボールがこう、ねはい、本当につながっているので、はいはい、非常にこうそれが面白いっていう話を以前聞いたことがありますけれども、はいはい、実際やっぱり9人で戦うのと6人で戦うのっていうのは違ううわけでですすよねそうですねそやっぱり同じコートの広さで6人と9人人数が入ってるので、うん、やっぱりつながるボールがすごく多いので、はい、すごく見ていても楽しいです。 ただこういう今 コロナ禍の中では密を避けるということでは、はい、ひょっとすると9人制よりも6人制の方が今風っていうふうに取られるかもしれませんが、はいはい、6人の方が密ではないのでうそうですね,ねえそうなるとまたちょっと練習方法も変わってくるのかもわかりませんけれどもまああの今シーズンはあの11月先月でしたかあの全日本9人制バレーボールのトップリーグまあ残念ながら準優勝という結果ではあったんですが次の 試合に向けててのの動きっていうううはどうなんでしょう、はい、と今シーズンは試合終わってしまったんですけど、はい、と来シーズンに向けて毎回日本一になれるように、うん、今は基礎練習だったりと体力強化っていうのを土台をしっかり作っていけたらと思ってるんですけど、はい、あと高校生だったり大学生のと受け入れも徐々に始めてるので、うん、と9人制の練習と6人制の練習を一緒にやって今も 行ってますそうですか、はい、でもそういうねやっぱり実際にそのトレーニングも大事だし、はい、試合感覚をやはりこう補うという、はい、その実際の練習っていうのもすごくく大切になってくるんでももう年末間近ですけれども、はいね、あの出身の熊本にそろそろ、ねはいはい、帰りたいとか。 はい、ありません年年末年始のお正月ですから、はい、そうですね年末の楽しみでもあるんですけど、うん、ちょっとこの状況なのでちょっと心配ではあります、うんはい、でも親御さんなんか帰ってきてもいいよとか、はい、一応確認はしました <laughs> 帰ってくるなというふうに言われたらショックですよねやっぱり中にはそういう人もいるかもわからないもんでね,、はい、<laughs> ねえ さあ、そんな中で、えー、前回もお話ありました、この NEXT100、伝送10、女子バレーボール選手と一緒にお家で簡単トレーニングという、はい、こういうズームを使った催しが来月あると。 いうことなんですね今回あの、小学生の部それからあと中学生以上の部というふうに2部に分けまして、はい、まそのオンライン、ズームを使ってということになるんですけども、まあ、選手といろいろこうお話をしながらトレーニングができればなというふうにもちろん、ね、あの練習具体的なそのバレーボール直接的な練習方法もですけれど食べるものとか。 ね、何食べてんのとかっていう話とか。そうですね。皆さんの大体、あの参加者の方は、あの、普段どんな食事とってますかとか。好きな食べ物ありますかとか、そういった質問もあったりなので、いろいろその質問も選手にぶつけていただいて。ということで考えています。あの健康づくり。まあ、あの、やっぱり食事のバランスも、まあ、もちろん大事で、まあ、あの、よくここでも B. D. H. Q. なの。調査のお話もしますけども、やはり、あの、適度な運動であるとか、まあ、十分な休養。 こういったこともまあバランスというのが大事なので、うん、まあ今回まあオンラインのつながり、まあ、そういったところの中でですね、まあ、あの皆さんにもお伝えができればなと思いますはい、はい、もうだいぶでも神戸の味兵庫の味にも慣れたんですかそうですねもう6年いるのでだいぶ慣れました、うん、あれ熊本のお雑煮っていうのはどんなんですかお雑煮お雑煮ですか、はい、お雑煮はお餅,お餅とかですかうん まあまあ、もちろん丸は丸でしょうけど具材がやっぱり関西ともちょっと違うんでしょうね。関西の雑煮を 多分まだ食べたことがないと思います。それはちょっとネクスト100でこのお雑煮を残したいとか、そうですね。次の100年次の1年に残すなんか関西のね味というのをまたぜひ関西どこか宮永選手に食べさせてあげてください。そうですね。弁当店の選手の皆さんにねまた食べたことがないという人にープのお餅を入れてというのでねはい。 えー、この「測る大切のコーナーのバッグにはニコイチの3分の2今かかってますけれども今年の冬はこの「愛と予防」ね、えー、これはあのコロナ対策のこともあって「愛」 そして予防愛と予防ということでしっかりと手洗いをするなどぜひ取り組んでいただきたいですねそうですねあの正しい手洗いのところはこの兵庫丸ごと健康チャレンジえ2020ということでまだまだあの応募してますので、まあ、皆さんと一緒にですねこの冬しっかりと乗り越えていきたいなというふうに思いますはい。伝送店レッドフェニックスこのフェニックスというのは不死鳥ですからねぜひ来年は優勝ということで 頑張っていただきたいと思います、はいはい、ありがとうございます頑張りますこの模様はラジオ関西の動画チャンネルまたはコープ神戸商品検査センターのホームページからでもご覧いただけます今朝はゲストに電装店レッドフェニックスの宮永愛美選手商品検査センターの井川雅光さんにお話を伺いましたありがとうございましたありがとうございました